When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟はアルビレックス新潟の勇姿や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずはアルビの情報から。明治安田 J1 リーグ第22節、アルビはホームでサガン鳥栖と対戦しました。この試合の解説は日刊スポーツ小林忠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ7月に入りまして初戦ということになりました。まずはメンバーをご覧いただきます。いかがでしょうか。そうですね、やっぱトップ下に入った長谷川元希選手、どんなプレーで攻撃引っ張ってくれるか楽しみです。はい、先発出場です長谷川元希。さあ前半13分なんですが、いきなりピンチからのこの失点でした。いや残念でしたね。ちょっと相手のヘディングがうまく当たらないで肩に当たったことで、まあ、少し回転が違ったでしょうかね。ちょっとスリッピーだということも、ね、ありましたこの日。アルビはこれで目が覚めたか、左サイドこのスルーパスを起点にチャンスが生まれます。1対1。さあじっくりと相手を見ながら切り返してラストパス、美しかったですね。いやそうですね、谷口選手のこう相手のマークを外す動き、ここで1回ニアに行ってからファーに逃げてますね。そしてなんとセンターバックとキーパーの間に、いやもう素晴らしいボールです小見選手。最後はフリーでした。もうここでまた新潟の勢いがつくかなと思いましたけどね、小見のアシストも見事。やっぱりこう得点も量産して波に乗ってる感じもありますね。ゴールが取れるポイントに入っていってますよね、さあ続いてはトスのプレー、左サイドから進入を許して横山にニアを抜かれるというシュートでした。マイケル選手の股下抜けているので阿部選手難しかったと思いますけど、ちょっとビルドアップの面でミスが目立ちましたね。前半ご覧になっていかがでしょうか。こうパスをつないで前進していくところでちょっとパスのズレだったり、味方の動きが連携せず攻撃にリズムが生まれませんでしたね。では後半です。さあまずは追いつきたい新潟ですが、後半6分この混戦からズドン、これでした小林さん。いやこれちょっとクリアする位置とシューターへのプレッシングの強度ですかね、足りなかったですね。そして立て続けに失点ということになりました。苦しい後半です。ちょっと守備の詰めが甘かったですかね。はい、ここからアルビ怒涛の追い上げです。コーナーキックからマイケル・ジェームズ、セットプレーでの得点となりました。そうですね、開幕戦でもトスさんから点を取っていたので、島田選手素晴らしいボールを上げてくれましたね。はい、これがどうかなと思われましたが結局は入っていたと。はい、マイケル選手今季初ゴールですね、頼もしいです。さあ4対2として、まだまだアルビレックス新潟後半24分攻撃を展開します。左サイドからクロスが上がって中央、こぼれたボール藤原です。積極的に仕掛けていきました。そうですね、やはり元フォワード、高校時代元フォワードの力を発揮してますね。そして後半33分です。今度も左サイドからこぼれたボール、ダニーロ・ゴメス、これはネット外側でしたですね。もう本当ボール半個分ぐらいですか、よく振り切りましたけど惜しかったですね。この人のボールも早く見たいですね。早く見たいですね。インパクトは申し分なかった。そして試合も終盤、後半39分でした。クロスが入って混戦、こぼれたところ藤原でした。いやーまたいましたね藤原選手、はい、あとシュート打つ前にこの小野選手もこうシュートを選択したところでここにボールがこぼれました。最後はそれぞれが持ち味を生かしてゴールに、ここですね、残してくれて、もう今季4点目ですか。いや、はい、素晴らしいですね藤原、4ゴール目です。すごい、非常に現代的なプレイヤーですね。日本代表でも見たいですね。いや本当です。そして何といっても最後まで戦い抜いてくれるというこの姿勢。さあ1点差に詰め寄りました。後半アディショナルタイム、またも左サイドから高木なんですね。このボール小野が飛び込んでヘディングだったんですが、ボールは枠の外、天を仰ぎます小林さん。もう本当空飛ぶ小野雄二って感じで、滞空時間かなり長いですよね。もうこれももらったと思いました、ね、いや本当に声出ちゃいましたね。いやもうこれ
僕試合後何回も見返しました。惜しかったですね。これ追いついたら奇跡でしたけどね。いや本当に。でもやっぱりこの表情にはゲームにかける思いが何かにじんでましたね。そうですね、フルス対戦でしたし、やっぱゴール取りたかったでしょうね。両チーム合計7発と入り乱れての打ち合いとなりましたが、4対3、わずか1点、新潟及びませんでした。このゲームいかがでしょう。そうですね、監督も試合後言ってたんですけど、やはりこう我々にはまだ甘さがあると、やっぱ失点の多さが響きましたかね。まあ、本当にさらにもっと強くなっていかなくてはいけないですし、まあ、そういうものに先頭に立っている僕がやはり彼らをもうちょっと引っ張っていかなきゃいけないと、自分に対しての情けなさもありますし、そういうものが今日は表現されたゲームだったなと。もう一回自分たちで我々はやっぱりこう常にチャレンジャーという、ね、視線をから目を背けることなんで、また次に向けてしっかり準備をしていきたいというふうに思います。リーグ戦今季初の連勝とはなりませんでしたが、サポーターは選手たちの勝ちへの執念に惜しみない拍手を送っていました。順位表です。リーグ戦22節を終え、変わらずアルビは14位、上位進出を目指して頑張れアルビ。今後の情報です。 J1 リーグ第23節はこの後午後7時から国立競技場で FC 東京と、さらに20日にはアウェーでセレッソ大阪と対戦します。続いてはこちら、 J リーグと明治安田はパートナー契約から今年で10年を迎えました。J ウォークでウォーキングと観戦と合わせて昨年から取り組んでますのは、アルビレックス新潟さんと新潟県と一緒にですね、子どもの仕事体験というもので、子ども仕事博というものを昨年から開催してまして、今年も8月3日の日にですね、アルビさんと一緒に新潟でそういう取り組みをやります。さらにみんなの健活プロジェクトや、 J リーグ全クラブとともに献血の啓蒙活動を行うシャレンで献血などで社会貢献活動に取り組んでいます。当社も地元に根ざして地元の元気というプロジェクトを立ち上げて、地元の皆さんに愛される会社を目指そうということで取り組んでますので、これからも J クラブさん、 J リーグさんとですね、手を携えてですね、取り組ませていただこうかなと思っています。世代を超えた新潟のサッカー熱をお伝えするキックオフ新潟。新潟県サッカー協会が主催するスポーツデポカップ第32回新潟県アンダー12サッカー選手権大会が行われました。新潟県内の小学生世代24チームが参加し、熱い汗を流していました。とここで参加チームにチャレンジしてもらったのは、リフティングでボールをつなぎその回数を競う絆リフティング。グランセナ新潟の阿部エムです。グランセナ新潟の土屋春人です。目標回数は10回。じゃあ10回用意スタート。6年生コンビの絆リフティングスタートです。目標は10回。さあまずはインステップ、インサイドと軽快に使い分けながら記録を伸ばしていきます。さあちょっと乱れましたが、ここは回収、ボールを戻します。しかしここでパスが乱れて記録8回。まあ、自分のミスでちょっと終わってしまったので、次につなげたいです。まあもっと目標回数には達さなかったんですけど、チームメイトの記録が落ちたんで、まあ良かったと思います。グランスナフットボールクラブの藤田奈央です。グランスナフットボールクラブの柳本蓮太郎です。目標回数は何回ですか。100回。自信はどうですか。あります、ちょっとあります。用意スタート。1。目標は100回と、2。大きな野望を抱いています6年生コンビ。さあまずはじっくりとボールを確かめるようにタッチしながらでしたが、記録4回です。予想より難しかったです。難しかったです。続いてはこの大会の協賛、スポーツデポから燕三条店の2人がエントリーです。スポーツデポ燕三条店店長の川口です。新潟エリア担当してます栗本です。よろしくお願いします。でもお二人サッカー経験は。私は全くありません。
少しだけやってました。目標回数をお願いします。大きくいっとこう。20回。スタート。サッカー経験ほとんどないと言いますが、なんとここで失敗してしまいました。記録は1回です。これ1回だけですか。終了です。悲しい結果に終わりました。作戦が失敗しました。もっと練習してまたチャレンジしたいと思います。キックオフ新潟はこれからもサッカーを通して新潟を盛り上げる活動を応援していきます。